ご縁と100人会議というようなテーマでですね、100人会議の魅力をちょっとお話ししたいなと思ってます。僕は現在大阪にある枚方公際病院で技師として働いてます。大阪府の臨床工学技師会の遺産連携員もしています。実はこちら今月末で退職しまして、4月以降は株式会社アイデバイスの代表取締役として NPPV マスクの製造販売をしていくという形になります。でまた実際に病院で技師としても働き続けるというようなキャリアをこれから築いていこうと考えてます。もともとこういった会社をやりたかったっていうかというと、そういうわけではなくて、もともと学生の時は医療として社会貢献したいなだとか、信頼される技師になりたい。そのためには幅広い業務ができた方がいいだろうなと思って、バリバリ臨床でやっていきたいっていう思いが強かったですね。しかしいろんな方と出会って考え方が変わってきたっていうようなところですね。まず一つは人生の師と呼べるようなかっこいい大人たちと出会ったことですね、学生の時に。その出会いがあって、学生の時にあのような目標を持つようになりました。次に働き出すと上司や先輩からの影響を受けて、働き方だとか、働くってどういうことなのかというところをやっぱり強く影響を受けました。そして僕はもともと臨床をやっていきたかったんですけど、臨床も研究も頑張ってる医師の方がいらっしゃって、その方の影響とその人にいろいろ教えてもらって研究の方もするようになりました。おかげさまで賞をもらったり、そうしてるうちにもっとこういろんな世界知りたいなって思うようになって、副業だとかパラレルキャリアっていうのに興味を持つようになっていきました。でその時に出会ったのが未来戦略セミナーという大阪府の技師会がやっているセミナーでした。ここでですね、医師でありながら様々なビジネスをされている原先生という医師の方がですね、講師として講演されてて、越境人材というものに僕もすごく憧れて、原先生にちょっとこうお話しさせてもらったんですね。その時に僕は NPPV のマスクで蛇腹状のクッションにしたら顔の形に合わせてマスクの形が変わるんで、しっかりフィットするんじゃないかなっていうのをプレゼンしたんですね。そうすると面白いねって言ってくださって、試作品作ってよっていうような話になって、試作品作ってみて実際につけてみると非常にうまく機能したっていうようなところで、じゃあ実際会社を作ってやっていこうっていうような話になって、会社を立ち上げて代表取締役として来月から活動していくことになりました。でまたいろいろ縁がありまして、やっぱり今の職場は副業がダメなので辞めることにはなったんですけれども、知り合いの看護部長さんからちょっと声をかけていただいて、うちに来てよっていうふうに言ってくださって、現場でも働けるっていうような形になりました。そして今回の100人会議を迎えたっていうような形ですね。この100人会議ではユニークな活動をされている100人に登壇していただくっていうようなことを予定してます。僕がこうやっていろんな人と出会って、いろんな人に導いてもらって、このような起業というような選択肢に至るようになりました。きっと多分ここで出会った人たちで何か新しいプロジェクトが始まるんじゃないかなというふうに僕は思ってます。こうやって100人会議が全20回終わった後に、何かこう皆さんでいろんななんか活動というのが始まると嬉しいなと思ってます。ということで、僕はこれから起業してマスクとか作っていくんで、僕のキャリアに興味のある方とか、ちょっと NPPV マスクになんかこう意見言いたいという方がいらっしゃったら、ぜひ連絡ください。よろしくお願いします。